若い川の流れは、石坂洋二郎の小説である。週刊明星で連載されていた。1959年に映画化、1962年と1968年には、テレビドラマ化された。同期入社の曽根健介、北岡美沙子ら若い社会人5人を中心に、仕事、恋愛、友情など様々な出来事が付きまとうその姿を、通して、 その愛と結婚の倫理と彼らの成長していく姿を描く。作品の舞台となる会社は、映画版が、軽金属会社であったのに対し、テレビドラマ版は、日東リースとなっている。また、ソネケンスケの場合は、映画版では、お見合い結婚を主張しているのに対し、テレビドラマ版ではどちらかといえば、否定的な立場のキャラクターとなっている。 1959年1月15日公開。モノクロ作品。石坂作品としては、前年、1958年の、日の当たる坂道に次ぐ映画化となった。主演はその、日の当たる坂道と、同じく、石原裕二郎が務めた。富士テレビの火曜21時15分21時45分の、時間帯の、ソフランザの枠で、 1962年2月6日から同年2月27日まで放送された。全4回。モノクロ。キャストほかスタッフ。日本テレビの月曜20時枠の時間帯で、1968年10月14日から1969年2月3日まで放送された。全員17回。カラー。石坂洋二郎原作のシリーズの第10弾として放送。 なお一連の石坂作品シリーズは、日本テレビ月曜に十字枠の時間帯においては、本作が最後となった。提供は、明治入業、ライオン歯磨き、ライオン油志。キャストスタッフサブタイトル。ありがとうございます。